皆さんこんにちは、チームカモです。ナイスです。あーやー、緊急人格をいただきます。せーの、何ですか今日は。新生活がスタートいたします。はい、そうよな。はい、今回この企画をちょっと皆さんから発表させていただきまして、はい、いきましょう。駆け込みカメ、駆け込んじゃえよ。アラサー男子、僕たちはもうある程度細野みんなよりは経験してきてるんじゃないかなと、いうことで、まあ、皆さんのお悩みを解決していこうかな。よっしゃ、はい、いいですよ。はい、で今回ではテーマが、新生活というテーマだったので、それに対しての、回答。いいじゃないですか皆さん、いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは早速ご紹介していきたいと思います。お名前、ローサさん。ローサさん、ありがとう。ありがとうございます。 Thank you。 もうすぐ就活始まるんですけど、就活な、これを大切にしといた方がいいとかありますか。おい、笑顔でしょ。まあね、ありですね。まあそうね、第一印象ってやっぱ大事やし、喋り方とか、元気は絶対あった方がいいよね。まあ俺いいですか。うん、目で多分第一印象になるんで、姿勢は結構目よくね、こうね、猫背の人が就活来てもあーってなるかもしれない。しっかりこう胸張って、胸張ってこう、気を猫背だ、うん、いいのかな。俺は大事にするとすれば、まあ座ってくださいどうぞになるんで、地べたに一回座りましょう。おお、まず普通の人たちをみんな見てきてるんですよ、ね。はいはい。それは何にもね、まあ、もう頭に入れた本で全部頭に入れて、こう姿勢正しくて失礼しますで、うん、御社の何やね、こんなんもういいんですよ。うん、地べた座って笑い取ったやつの方が、まあ、そうね、本当それオーディションでその芸人さんのオーディションとか、でもある種結果的に営業であったりとか、はい、あ、人にこう今この状態で笑わせてくるってことは、はい、営業とかでも多分空気読んだりとかして面白くやるんだろう。でもこっちの方が逆に空気読んだと思うか、ほんまにアホと思われる。どちら面接官に何してるんですか。すいません、ちょっと和めばなと思いました。けどこれはちゃんとしてるやつだからできることない。人のことを思ってる。そうそう、自分が面接官の立場になってどういう人がいいかを思えば、おのずとね、何時間こう面接こういるわけじゃないですか、後半ぐらいの時にそういう人来たらちょっとイラってなる。イラっとなる印象づく。イラっとなる。いや、もう疲れてるんですよって言ってね、まあ、座ってくださいって言って、まあ、時間かかるわけじゃないですか、終えてってならない。だから賭けです。賭けではけど、まあまあ覚えてもらうのが一番いいの。まあけどこんなやつが俺会社で今後やっていくんで落ちてよくない。まあそうか、まあ合ってないからね、まあ、その人に。続きまして、リーチャオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいですね。今高校3年生でバイトを始めようと探しているんですが、初めてのことですごく不安です。初バイトをするにあたって気をつけるべきことなど教えていただきたいです。あ、これ笑顔じゃない。まあこれはな、ちなみに初バイトって何やったんですか。俺うどん屋。俺焼肉屋。俺も焼肉屋。みんなもそうよね、焼肉高いよな。ほんで俺落ちたもん。不安でも多分できるよ。俺すっごい初めしりやったけど、ガソリンスタンドのバイトしとった。だってオーライオーライとか言えるかなってレベルやった。あ、そうか。俺もホールやったよ。金の計算もできんから。あ、じゃああれだ、大きい声出すことだね、じゃあ。あ、それはでも元気いらっしゃいませんとかね。そう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 、ここが一番大事な、まあ、発売でやったら、分からないことはちゃんと聞いた方がいいと、あ、それ大事。あ、あとノートとペン持ってくるので、あ、俺も出たわ、上の人から気に入られます。まあ確かに向上心高いなって思われるからね。そうそうそう、間違いないで持ってったらいいんじゃないですか。リリカさん、ありがとう。ありがとうございます。さあ続きまして、まあいいね、リリカさん、垢抜けるには何をしたらいいですか。いや、笑顔じゃないですかね。全部笑顔でいこうじゃない。え、確かにそれもせえよ。まあ、何やろね、ちょっと違う化粧したら。なんか、垢抜けるか。俺的には、なんか、爆発を組むアーティストさんとかでも、最初ってやっぱ、垢抜けてないじゃないですか。でも、こう、テレビに出たりとか、経験な、経験とかがあるから、だんだんこう、色気が出てきたりとか。いろいろチャレンジしてみたら、女の子だったら化粧変える、声が変わるし、それだけでもだいぶ変わるんですよ。変わったね。で、それが慣れてきたことによって垢抜けてるのがあるんですよ。で、なんかプラス付き合う人も、ね、抜けたような人と一緒におる、ことも、周りの環境だよね。で、人が変わると思う。確かに大事大事かなと思います。リカさん、参考に。
ありがとう。ありがとうございます。はい、続きまして、りなさん。どうしたら嫌いな仕事の先輩を好きになれますか？いや、でも素敵がね。もう、多いと思うな。これは、あんさんこれ何だと思う？これは、笑顔じゃないですか、ね。笑顔なんかな、うん、ああ、違いない。並んでもいいじゃない、究極いや、まあ仕事的にはこうもしかしたらこうバディ組んでるとか、うん、で、どうしても嫌やねんけどもう食うすぎて、だったらもう好きになってことを頑張ろう、言ったら一回嫌いって言った方がいいかも、楽になる、私こういうとこ嫌っすよ、あ、まあまあまあそうね、で、言っちまえば俺それ言えない人なんだ、多分、でもそれで楽になって嫌いがそこまでになる、うん、もう言うことで相手も、うん、ちょっと変えようって思うかもしれないし、うん、いや、女の子多分言えないよ、多分言えない、これはね女性同士やったら泥沼、いや、でも多分女性同士やったらそれを俺らに聞いてこやんやんか、普通多分男性の先輩だから男の俺らに聞いてきてるんじゃないかなと思うよ、どういう感じなんやろね、いや、これやって、うん、これもできないの君みたいな、なんで、いつもそうじゃんみたいな、そういう感じ、いや、そういうと嫌いっすわとか言えないもんね、言えんと怖いもんね、何言ってんの、私を出しちゃって、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます、あ、きる、あのこれからもまたご視聴よろしくお願いします、で、優しくしてもらう、うまい立ち回りするしかない、なるほどね、女を使うしかない、のっこりな、抱くしかない、抱くしかない嫌やった言葉も、ありがとうございますって返してみる、そうそうそう、で、自分自分のために沼らせていただいて、りなちゃんに沼らせてしまって、逆にお金引っ張る、それで、この人の欲しいものを買ってあげる、うん、結局笑顔ね、笑顔、ウィンウィンやもん、最終的に、そう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 、ちょっと頑張ってみてください、皆さん、ありがとうございます。19歳、ココナッツ、あー、ココナッツ、私は壊滅的に運動神経が悪いです、うん、水泳とダンスはできるんですけど、球技が特にできません、できへんは、どうすれば上手くなりますか、まあ、生きとったらな、球技そんなすることないな、ないよな、まあ、でも運動神経悪いみたいなやつ、これどうしたいですか、これね、意外と笑顔なんだよね、笑顔なんだ、間違いないね、いや、水泳とダンスできるのすごい、そこで戦ったらいいよ、もうわざわざ球技する必要もない、まあね、いや、どうしたら上手くなりますかが質問だから、じゃあもう球触っとろう、球、うん、いや、マジでそれはあると思う、ね、玉と友達になったら、うん、玉っていうのやめてくれない、ボールボールだ、ボールボールね、けど、うまいもんでさ、うん、何かしら1個球技できたら、うん、できるよ、できるできるできる、1個極めるってことだよ、じゃあ、うん、だから、きっともゴロシやろね、やってもらったらね、やってみることじゃない、でも、うん、数を、うん、そうそうそう、経験を、そうだね、球技に関してはやらなしゃないと思う、やってみないと、うん、まあでもダンス、水泳とかでき、身体能力が高い、いや、できるできる、絶対運動神経悪くない、悪くない、悪くない、うん、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、西岡さん、ココナさん、ありがとう、ありがとうございます、じゃあ続きましょう、モリゴンさん、モリゴン、モリゴンさん、2人組ユニットを組んで、うん、イベント出演が決まりライブをしますが、正直不安や緊張でいっぱいです、ガムさんは不安や緊張ほぐすのにどんなことをしてますか、俺離れしていくしかないな、やっぱ緊張って不安って自分どうしようとか、そのダメなことを考えた時に一番怒ってしまうのよ、もし失敗したらどうしようって気にかったらって、でも俺逆やねんな、俺緊張してる方がいいライブできるから、うん、やっぱ不安と緊張があるっていうことは自分が今までやってきたこと大丈夫かなっていう確認をしてる作業なんで、うん、あ、そのために準備してきてるんで絶対大丈夫なんですよ、うん、大丈夫、不安緊張、まあ、ほぐすのにどんなことしますか、でも俺もうベタよ、自分何するかぎよ、俺この人って、おるんそんな人、でもしっかり見つめ直して、ええわやつでやって深呼吸で、よし、俺一時期今日で死ぬって思った時かもしれない、あら新しい、うん、もう今日で死ぬかこのまま生きるかってなったらこんなところで緊張する場合じゃないなみたいな、なるほど、それ以上のことをそうそうそう考えるってことかな、その不安以上も不安を、ね、BGY さんもお酒飲むって言ってたもんな、そう、マリオさんありがとうございます、ありがとうございます、続きまして、サキピッピさん、サキピッピ19歳、私は声優を目指しているのですが、いいね、メンタルが弱い上にいまいち自分に自信が持てず悩んでいます、うん、将来誹謗中傷を受けないか今から心配です、細かいことをいつまでも考えたりするのをやめたいです、どうしたらポジティブになれますかということですね、芸能のお仕事でやっていく上では絶対にあることじゃないですか、うん、俺らでもあるで、あるある、全然ある、全然ある、どうしとる、じゃあそういうの言われた見た悲しくなる、食らってる、面と向かって言えやって思う時もある、すごい、でもめっちゃ傷ついてる、うん、内心わかる、なんで誹謗中傷するんだろうね、いや俺もわかるわかる、その気持ち知りたい、そうなのよ、一生
モテへんようなこいつ、まあね、一生モテへん、まあね、何かについてこう意見したいんやろうね、分からんけど知ってほしい、これ見とるやつおんねん、今僕らね見てくださってる方にも指差しにしたことあるよって俺と思うけど、ほんまやめたほうがいい、ほんまにやめたほうがいい、しょうもない、自分に返ってくんで、マジで。でもだからこれが心配だと、さっきピッピはね、だからそのポジティブになる、どうしたらいいかなって、そいつかわいそうやなって思うしかない、でもそれも意見じゃ意見、それを俺も受け入れることもあるよ、まあその、もっとこうした方がいいんちゃうとかやったらアドバイスじゃん、でも死ねよとか、なんかそういうのもするよ、まあもう無視でいい、人間って自分で作るから、こういうものを誹謗中傷気になると思うか、誹謗中傷されててもそんだけ私のこと気になるだけでしょ、って思うこともどっちを選ぶかは自分が決めれる、まあね、ところではある、有名性ですよね、だから目の向け方やよな、本当に有名じゃなかったらだってやられないですよ、誹謗中傷されないですよ、誹謗中傷されるということは有名になってるってことなんで、そういうポジティブな気持ちに変えていけばいいかな、じゃあ一番見てくれてるっすからね、そういう人らが、そうね、一番細かいところが大好きなんですよ、誹謗中傷してる、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にということで、さきぴっぴさんありがとうありがとうございます。ふーさん16歳、ふーさん、お、中村16歳って言うの、ふーさん、女子校でも彼氏を作る方法を教えてください。ちなみに両親は厳しく、バイト禁止、SNS での出会い禁止、門限がとても早く、夜遊び禁止、この状況で彼氏を作る方法を教えてください。無理やな、無理やな、学校辞めて家出しよう。いや、バイトもないのはな、しかも女子校ってそういう禁止なところ多くない、16歳から、まあ、やっぱこう遊びたくなる年頃なの分かるんですよ、めっちゃ親を説得する、でどんどん緩くしてもらう、いきなりじゃないけど、まあ門限をじゃあ1時間遅くみたいなとこから始めるための親の機嫌取れる何かを頑張るしかない、見つけたり、俺はほんと親父に遊びに行くなら友達家に連れてこいって言われてたから、だから俺は親父が寝とる間に飛び出とったもんね、玄関そーっと開けて自転車にそー、あでも俺も玄関そーっと開けてた、俺も一時厳しかったけど、でもあれだら門限5時、それになっていや無理やで、絶対やらんで、わざと10時じゃないかとかね、それ怒られる、2日目も10時に帰って怒られた、1回も怒られた、4日目ぐらいからおらっと8時とかになってきた、門限が、なるほどね、1回あ飛び抜けてみる、飛び抜けて一回飛び抜けることを怒られる覚悟で、まあでも女の子だからな、難しいよね、でも一回暴挙出るのもありやけどな、確かに、だからそんだけ門限早く、そんな私何もできないから私10時帰ってきたんだよって、とかそんなに厳しくするから、が成績で見返すとか、なんかこうしたからこうとか、なんか条件自分で提示したり、私これするからこれさせてっていう方に持ってこう、今こんな縛られたら私大人になったらとんでもない人間になっちゃう、反動で、反動で、だからお父さんはずっとやっぱ可愛い娘のままだよ、そうやね、その気持ちもね親としたらね分かると思う、頑張ってみてください、ありがとうございます、ラストでございます、アニョ18歳メロメロさん、メロメロメロ、バイト先に来るお客さんのことが気になってます、やばいよ、でも相手の年齢を知らず、もしかしたら10歳ぐらい離れてるかもしれない、その人から声をかけてくれていたのですが、自分が過去に恋愛で浮気されたことがあって恋愛するのが怖いです、人を好きになるのも怖くて好きという気持ちも分からなくなってしまいました、3年間恋愛していなくて次の恋愛したいのに怖くて進めないです、どうしたらいいですか、これはもうこれもよくあるな、これ世の中腐るほどあるでしょうね、そういうことは18歳で本当の恋愛とか分からんって多分そういうで俺は思う、しその浮気された人が俺としよう、そいつはそいつで今好きな人はそいつじゃないから、そうなんだよ、一緒にしちゃダメ、18歳で3年で15歳、そうよ、あら気づいてしまったね、お前気づいたね、そこに中学生の子が別の人と浮気してってことってことだな、3年間恋愛していないってことは最後の恋愛は15歳前ってことだよ、けどその人に浮気をされてるんだよ、けど分かんない、多分中学生の浮気のことを言うてるかもしれない、だから別に大人の浮気じゃなくて
みたいな。いや、それは一番あるある、ある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 ね、これはね、その頃って、うん、マジメロメロさん自体がその浮気というラインの設定をちゃんと見極めてあげるところやな、うん、踏み出すしかないもんね、うん、それはそうだね、そういうメロメロにさせる女になるしかないんだよね、踏み出させてもらえるような男性が来たらいいよね、うん、まあそうだね、うん、過去の話できたらいいよね、うん、そうね、その知った上でね、それを知った上で、いや大丈夫よ、うん、俺がって言ってくれるような人とかね、うんうん、そうだね、なんか踏み込みやすい話、うんうん、それで惹かれて惹かれてもその人はもうあれ、うんうん、そうだね、いいし素直に、うん、私さ浮気されることだって怖いんだよねって、うん、正直に伝えてあげることが一番、うん、そうなんだろうかなと、うん、思います、はい、はい、せいちゃんはもう集中力が切れてる、間違いない、ほんとにそう、頑張った頑張った、メロメロさん、いや、よくぞここの時間までな、いや、確かにね、普通でね、下ネタも一切出していけない、すごいよ、もうすごいね、この回なんてとんでもないね、そうやって黙っとこっ1個前か、多分不可能やと思うけど、モザイクでいいから連れてきて喋りたいか、電話が繋がった、あ、電話いいね、電話いい、これをこと細かくもうちょっとやっぱ気になること多い、うん、この時は何しても多分別にどうなってもいい、思うように思うようにやっていい、そう、ね、した方が取つくもん、結局俺らぐらいになった時に思い返してはそうしとけばよかったなとかと思っちゃうと思う、いやもっとエンジョイしとけばよかった、うん、けど、あ、でも俺は死ぬほどエンジョイしてたわ、もっとエンジョイしたかったもん、なんかしとった方がいいよ多分思うこと、そう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 、絶対、うんうん、俺はもうまたパート2パート3ね、したい、したいよ、ね、ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録グッドボタン、画面で切り抜きもお待ちしております、以上チーゲームガブでした、超中高トレゲーになっちゃった、こう、あ、こうってか、まあ高校俺ちょっとしかないけどその時代が一番良かった、16歳で一番良かった、いや好きなことした、今かな、うん、先生小中高出る間違いない、今やんな、ないもん俺楽しかった正直